ちょっとそれ。どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて、前回王様助けたんで、呪われし闇。経験値一番もらえるのか。これやっていきたいと思います。ただね、移動が、結構な距離あるんで、ね、ちょっと、移動を淡々としていこうかなと思います。これどっから出るの？この国にね、未だになれないんだよね。三王は優しすぎる。宮廷でもオセラムの影響力。あ、これで降りれるんだ。じゃあ降りよう。これで呼ぶんだ。もう途中で止まるってないんだろうね。そっか、意外とそういえばエレベーター使ったことなかったな。来た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 。なかなか来なかったね。ファストトラベルで止めればそんなことないんだろうけど。下にある。あったね。ああ、じゃあたまたま取ってなかったのか。買わなきゃ損の必需品よ。見てて。ここよりいいものはないんだから。この品ぞろ見ときな。はい。で、気に入る品ぞろ。逆か。旅に出る前に出てくれ。もうやめてきな。いい品が適正価格だよ。家族はまだ生きているかもしれない。なのに貴様何もしないのか。谷の向こうで多くの犠牲が出たんだよ。上からの命令だ。動けない。警告を受けたはずだろう。命令なんて知るか。命がかかってるんだ。命を大事にしろ。どんだけ声できんや。めっちゃこっちまで聞こえてんじゃん。よし、移動しよう。それ取れるかな。魚やっぱいないね。マジで魚釣れないよね。あともう少し。じゃあ乗らせてもらって行こう。反対、こっちか。あれやれこれやりってくるからね。そりゃイライラするよね。指示出して動かんやつが一番嫌よ。手をかける場所。お前の言ってた通りだ。聞いているのか。ほんと無口なやつ。あいつは実際に存在するのか。そもそも着いたぞ。それでそこで待つんだ。焚き火で休んでも構わん。日が暮れたら話そう。じゃあ一回セーブしておこう。私の話し相手は焚き火ね。
やっと相手する気になったのか。今夜の目的はフォーカスネットワークの破壊だ。ああ、それはとっくに知ってる。それで？まずはエクリプスの基地に潜入してもらおうか。何？聞こえただろ。お前が今いる場所は基地の裏手にあたる。基地は割れ目の向こうだ。基地に着いたら標的が見えるだろう。奴らが改造したトールネックの残骸だ。トールネックを登れ。そのてっぺんにはモジュールのようなものが設置されている。それを破壊すればフォーカスネットワークは壊滅する。お前エクリプスにいたのか。私はどこにも属さない。自分の意志で動く、常にな。だが以前一度彼らに力を貸した。まさか脅威になるとはな。過ちだった。だから今正そうとしている。力を貸したって何をしたんだ。割れ目を進むんだ、アーロイ。今は質問よりやるべきことがあるだろう。操る方法とか。めっちゃ怒ってんじゃん。さあ行きますか。向こうに何があるんだ。お月がいる。巡回してるのか。あれは兵士だ。来たる戦に備えているんだろう。は？石弾？これが簡単だって。裏の手だ。簡単とは言ってない。石弾はちょっと。ちなみにさ、やっぱここ攻撃できないよね。うわー、ウォッチャーならまだしもさ、ロングレッドいるんでしょ。さあレベル25到達。どう戦う？そもそも戦っていい相手なのかっていう問題もあるしね。さあ、ウォッチャーの心臓ゲット。来るか？こっち。あ、いいです。そっちが反応してくれるオッケー。中央のあれはちょっとめんどくさいだろうな。はい、戦うか。
り飛ばされるのは仕方ないんだよね。はい、おやすみ。もうね、探索がねまあカットしてるだろうけど20分探索してるからね。お茶が一体、逃げ切った。たださ、なんかめちゃくちゃすごい足音するんだよね。もうこんなところ行けんのか。長弓強えなって感心してる場合じゃねえかと。あーやっぱ早い。特に胴体の弱点理解してからはほんと倒し方が楽になったね。あ、これいけない。ふいふい。もらっておこう。いやーでも石岩とか出てくるのが赤目やん。なんかそんなの他のゲームで聞いたな。赤目、次青目出るか。ね、あそこを渡っていく感じかな。多分倒さずステルスでもいけるんだろうね。遠くで爆発が。それは気にするな、無関係だ。これ上行くと、いや、行けないね。あースクラッパー、スクラッパー正直ちょっと倒せる自信ないな、一発で。タイミングがちょっと悪いね。さあこれで来るから一撃持っていけれる。3、4、あと4体ぐらいか。これは使えそう。4で。できればもうちょいこちら側に来てくれると。
狐もいる。狐いんのか。こっち来るかな。水にはできないんだ。だいぶ近いぞ。尾根に向かうんだ。さあどう来る？毒か。痛かった。意外とバレちゃったね。最後だけバレたか。まあいいけど。俺のすぐ先、頂上から見えるはずだ。ニガ、素早く動け。警報を鳴らされる前に終わらせなければな。警報鳴る前ね。見えてるか。足だけなら下にあるみたいだが、本体はないな。抜かったな。通信機を移動したか。左にある警告だ。そこに違いない。内部情報助かるね。爆発の方に行く。メア。アーロイ、チャンスは一度しかないんだぞ。余計なことは言わず集中しろ。警告を渡す橋が見えるか。あ、場所を覚えておけ。横から降りられるはずだ。そこから脱出しろ。エクリプスの兵士は？避けるも殺すもお前次第だ。爆音で気づかれないだろう。トールネックを見つけてモジュールを破壊しろ。それじゃ行くか。私の槍は敵を殺すために研ぎ澄ましてある。家を追われた時のことは決して忘れん。指が真っ赤になるまで働いたぞ。二人か。で、ほら。おやすみ。で、左側の方に行くんだよね。怪獣が道を示した。哀れみは破壊あるのです。誰かが仲間をやった。影よ、お導きを。影のために血を。そっちいたんかい。誰かが戦ってる。いや、あれは
採掘作業だ。素早く行けば問題ない。なんだまた秘密か。採掘ね、何を掘ってんだろうね。これで大体片付いたから。ここはなんだ。気にするな。データポイントがいくつか。めっちゃ落ちてんな。儀式用の棒。何の儀式だろうね。この鎧、これを着る大男はあいつしかいない。ヘリスだ。おお、ヘリスがいんのか。これが奴の子や。割と地味だな。あの男は狂信者だぞ。残忍さにしか興味がない。知り合いなのか。止めてやろうと思うほどには。ああ、じゃあヘリスがトールネックを引きずってくるのは楽じゃないはず。どうして。ともかく見つけて登るんだ。モジュールを破壊してできるだけ早く脱出しろ。爆発が鳴り止まないな。慌ただしい。ならば気づかれることもないだろう。見えた。周りを何かで囲んでるみたいだ。登れ。なるべく早く終わらせるぞ。こんなの絶対に間違ってる。全てが過ちだ。さあ早くモジュールを破壊しろ。全てが過ちだ。お前のせいなんだけどな。そんなうまくいく？モジュールがある。よし、さあ急げ。まさかこれがハデス。アーロイ、何をしている？鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ、早く。アーロイ、私の言った通りにするんだ。あ、あの者がここに来たのか。これは全て計算間違いだ。あの者に私を破壊できるはず、到底手を出せるはずがない。ああ、そうかもな。でもこれならどうだ。あの者を破壊しろ。まさかのトールネックごと。止まるんじゃない。はい、逃げます。急ぎ。急がないと死ぬぞ。ちょっとそれ引っかからないじゃん。どういうことや。さあ急げ。冗談だろ。さあ急ぐんだ。急いでるって。昼寝してるように見えるか。くらいながら楽勝だな。ちょっと、あーで滑るんだよな。昼寝してるように見えるか。
逃げよう逃げよう。いい。なん。来たな。野営地に向かえ。わかった。あと一息だ。警戒態勢に入っている。ああ、そうだな。急がないと死ぬぞ。もう急いでるって。橋が見えた。そこから出ろ。わかってる。はい、さよなら。苦戦はしたがよくやった。ハデスがいると知っていて私を送り込んだのか。確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった。だがそのおかげで我々はゼロドーンの秘密を手にする鍵が得られただろう。もう二度とお前を信用しない。結構賢くなったということだ。信用は脆いもの。砂のように移ろい崩れ去る。その上に関係を築くのは愚かだ。だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる。答えが欲しかったんだろ。あともう一息だ。お前のおかげでな。落葉の砦でまた話そう。あんたという人はクソ。さあ、呪われし闇クリア。フォーカスを捨てて縁を切れるならそうしたいとこだが、捨てるわけにはいかない。落葉の砦、そしてゼロドーン。いやー、これは大変だった。まさかね、あんなに足滑ると思わないからね。じゃあいい。次はクエスト名が地中に眠る謎。ぐーっと進んで進んで、ここまたぐるって回るね。そしたらこっから次回はこうやってトールネック行って上行こうか。いやー大変、普通に大変。まあね、アクション性がっていうのはある。まあ昔のゲームであるからね。でも足滑り落ちたな、ちょっとびっくりしたな。あれは。よし、着いた。ちなみに、アイテム忘れないんで大丈夫。あとさ、アイテムも。動力源とかあるんだね。これで回収もして2か3欲しいよね。あとちょいなんだけどね。ここら辺全然取らなかったね。まあまあ、今回ここまでにしましょう。ということで、動画を見てる方は、ここまでライブを見てる方は、引き続きやっていきたいと思います。まあ、19話、だいぶ確信というか、次でわかるんじゃないかなという期待はしつつね、やっていきたいと思います。それではここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。